はい、今回ですけど、セレクトボックスのね、予想をしていきたいと思います。で、今10月19日、なんですけれども、第1弾のね、ピックアップガチャが来ておりまして、まあ、ラスト賞に月チケが来ているというところで、まあ、皆さんね、ぜひね、ゲットしてくださいというところです。まあ、10月のね、ちょっとカレンダーを見てですね、まあ、今月の流れをね、見ていきたいと思います。で、おそらくですけれども、10月20日に、まあ、ピックアップガチャが終わって、その後にですね、はい、第3弾のセレクトボックスが来るんじゃないかなと思います。で、ちょっとこれ日にちずれてるんですけど、はい、きっとね、来ると思います。はい。で、まあ、第2弾といえど、まあ、ハロウィンセレブをね、まあ、ちょっと特殊なセレブとして考えてるので、まあ、今回第2弾って、このカレンダーではやってるんですけど、まあ、実質ね、第3弾をセレクトボックスというところで、まあ、年1回ね、10月、あるというところで、まあ、すごくね、楽しみであります。で、まあ、皆さんね、期待しているのが、マレフィセント2上映にあたってですね、ジャマレ復活っていうところですよね。はい。でね、まずね、予想の方行っていきたいと思います。こっちじゃない。はい、まずね、大体、ピックアップガチャとかラストじゃない、セレクトボックスがね、来てですね、まあ、その後新積むの確率アップが来る場合は、ガチャのね、バナー見てね、タップするとですね、確率アップの予告が来ております。ですけれども、今回ね、バナーがね、まあ、確率アップ来てなくてですね、まあ、間違いなくセレクトボックスかピックアップガチャが来るんじゃないかなというところと、まあそれかワンチャンス新積むかなというところになっております。まあ受注ハックセレボーだと思うんですけれども、はい、ということでね、予想をしていきたいと思います。はい、まずね、はい、運営さんは分かっていると思います。はい、これは復活して当たり前でしょうというところで、邪悪な妖精マレフィセントとなっております。このツムは、今年のね、1月に、5周年のツムとしてね、雪の女王エルサとね、一緒にね、登場したツムとなっております。まあ、雪エルとね、ジャーマレ、どちらも、かなり優秀なツムで、はい、めちゃめちゃ話題に上がって、まあ、自分もね、その時に初めて動画出させていただいたんですけれども、はい、かなり再生されてですね、はい、まあ、ツムツムの、まあ、動画をね、これから上げていこうっていう気になれた、一つのね、ツムであります。はい。いや、本当に最強っすよ、これ。自分ね、スキルレベル5で、どうすかね。コインはね、自分1万3000枚が最高なんですけど、スコアは、ちょっとフルアイテムでやったことないのでわからないんですけど、多分1万3000枚出た時は4000万超えてたと思うんですけど、はい。まあ、かなりね、優秀です。でスキルマだと奥も行くらしいので、はい。ぜひぜひ、皆さん、復活した際は、はい。コイン全突破兼スキチケ投入しても、いいかなと思います。で、スキチケ迷った場合はね、スキチケ、使うべきランキングというのも、動画出しておりますので、ぜひね、参考にしてみてください。ということで、どんどん次、行きましょう。オーロラ姫ですね。オーロラ姫は、まあ、やっぱね、マレフィセント2というところで、まあ、復活が濃厚かなと思います。オーロラ姫も、まあ、かなり優秀なツムなんですけれども、まあ、ちょっと扱いが難しいというところはあります。まあ、でもね、かなり優秀なツムの一つであります。まあ、少しの間ね、一種類のツムが変わるというところで、しかもね、それが高得点フィリップになるというところです。そのね、この 6.5 秒降下時間あるんですけれども、この降下時間内にもう一回やるとですね、さらにもう一種類が変わるので、まあ、実質2種類とか3種類になることも、することができるというツムとなっております。はい。で次はね、マレフィセントドラゴン、まあ、こちらはちょっとスルーさせてください。もうね、すでに第1弾でセレクトボックスでラインナップされておりますので、まあ、ちょっとね、はい、スルーさせていただきたいと思います。次マレフィセント、こちらはね、まあおそらく来るんじゃないかなと思います。つなげたツムと一緒にマレのツムを消せよというところで、まあ基本ね、マレドラとかと一緒なんですけど、ボムを巻き込まないっていうところと、スキルゲージがね、
発動するごとに必要粒数が1個増えていってしまうっていう、まあ、弱体化を受けてですね、まあちょっと扱いづらくなったんですけれども、まあ、それでもねまあまあ強いというところになっております。はい、ということでどんどんいきましょう。フィリップ王子、多分ここまでがですね、まあマラフィセント系眠れる森の美女系のねツムで、まあ、フィリップ王子は正直ね必要積む数がねもっと少なければかなりコイン稼ぎで優秀だったんですけれども、本当にね必要、発動数がね本当に多くてちょっとね扱いにくいっていうか、もうほぼ使い物にならないぐらいになってしまっているというところですけれども、まあ、消去数はねかなり多い方で、なっております。はい、あとねスキルがね演出がかっこいいんですよ。はい、まあ、その辺はね魅力的かなと思います。では次行きましょう。はい、ビアンカです。こちら、まあ、この辺ね、まあ、最近のツムなんですけれども、まあ、最近で言うとホーンドキングが一番新しいツムで登場してるかな。はい、まあ、なので、まあ、この辺もどんどん来てくれるかなと。最近はロビンフッドもピックアップに、来ておりますので、この辺もかなり、はい、来る可能性があります。まあ、ただ、この辺はね、あまり強くないです。はい、次、フラワーも。こちらもね、まあ、ビアンカ同様に出たツムで、まあ、この辺もね、来る可能性はあるかなと思います。出てきた花をタップして周りのツムを消せようというところなんですけども、まあ、花の大きさによってね、消去数が変わるんですけど、まあ、あまり使えません。はい、次。ダッチェスです。こちらはね、上級者向けのスキルかなと思います。タイムボムが結構狙えるので、はい、スコア出しにはかなり、優秀かなと、言われているツムです。まあ、ただね、難しいのと、まあ、やっぱシンデレラでいい感がね、否めないので、はい、まあそこまでという、ツムとなっております。はい、こちらはエレナ。こちらもね割と最近のツムで、まあ復活の可能性はあるかなと思います。数箇所でまとまってツムを消すよというところなんですけれども、まあ、タイムボムも割と狙えるツムなんですけれども、まあ、ちょっと性能的にはね微妙かなと思います。ちょっとスキルマーで使ったことないのでわからないんですけれども、まあ、スキルレベル5でもね全然使い物にはあまりならないかなと思います。はい、次ジョーバソフィアですね。これもねエレナと同様に出たツムなんですけれども、こちらはねかなり優秀で縦ライン消去なんですけれどもね、消去数がかなり多いので、はい、まあ、自分の復活した際はねスキルマ作りたいなと思っております。はい、優秀なツムとなっております。では次ドクターファシリエです。まあ、こちらはねホーンドキングと一緒に出たツムなので、まあ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 ヴィランズ系としてもね、まあ、10月はね来ているので、まあ、復活の可能性あるかなと思っております。まあ、フィーバーが始まり V ラインでね、消すんですけれども、まあちょっとスキルはね弱いかなと思います。はい、次ゴーテル。こちらもねドクターファシリエと、まあ、ホンドキングとね同様に一緒に出たツムなんですけれども、少しの間ゆっくりになって得点が上がるというところになっております。まあ、こちらもねちょっとね、まあ、スコア出しにしか使えないんですけれども、まあ使うのもね難しいです。でもなんかね3000万とか4000万出てる動画もありますので、スコア出しにはまあ優秀かなと思います。はい、では次お姫様デイジーというところで、まあ、最近ね、忍者ドナルドが、復活しておりますので、まあ お姫様デイジーの方もね来る可能性はね、あるかなと、まあ、自分は思っております。はい、でお姫様デイジーと一緒に消せる高得点ドナルドが出るよというところで、まあ、これはねドナルドはね忍者ドナルドが出てくれます。でスキルのね、演出っていうか、まあ、効果範囲みたいなのが、まあ、センスみたいな感じで扇形にね変化してくれるんですけど、まあ割と斬新かなと思います。まあ、ただそこまで強くはありません。はい、次バンビですね。バンビは、まあ、初期ツムの方なんですけれども、はい、まあ初期ツムで、まあ、最近復活してなさそうなやつ、はい、まあ、この辺そろそろ来るんじゃないかなっていうところでちょっと、ラインナップさせていただきました。数箇所でまとまってツムを消すよという、まあ、スキルなんですけれども、
はい、まあね、このツンも弱いです。申し訳ないが弱い。はい、という感じで、まあ一通りね、自分の予想を上げていきましたが、まあやっぱり、今月上映のマレフィセント2というところで、まあ、マレフィセント系の、ね、最強ツム、邪悪な妖精マレフィセント、はい、運営さんはきっとね復活させてくれると思いますので、多分、ね、明日来ると思います。でリーク情報も多分そのうち来ると思うんですけれども、まあ、ちょっとね動画投稿してすぐリーク情報が来たらちょっとごめんなさいっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずねリーク情報が来次第また動画を上げていきたいと思います。はい、ということで、今回はね、セレボ第3弾の、予想動画となりました。ぜひねチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。